文字化けるかな。どうも、単身 TV の神田です。今日も文字化けるかなの時間がやってまいりました。さて、今日の文字化けるかなは4番のリスです。それでは早速開けてみましょう。美味しいガム付きです。まずは美味しいガムからいただきましょう。うまっ。スーって噛む。巻こうか。カタカナ動物できるかな。オッケー、そんな感じで超変換。完成しました。はい、リスさんアップでご覧ください。カタカナ2文字からできてるとは思えない感じのね、雰囲気ですね。すごくリスっぽいです。可愛いですね。で、この尻尾を差し込むときね、46の私でも難しかったので、3歳の子供さんじゃちょっと苦労するんじゃないでしょうかね。玉川大学岡田教授推奨。はい、そんな感じで今回の文字化けるかなは4番のリスでした。大成 TV、 大成 TV 登録してね。